最終決戦、アリエル視点。いつの間にダスティンがここに、どうやって？その答えはダスティンの横に立っているローマ同士だった。空間魔法使いで人族最強と名高いロナンと、転移を使ってダスティンをここまで連れてきたのか。でも何のために？ロナントはラース君との戦いでも非難していた。それは転移が使えるロナントが万が一にもやられてしまえば、活路がなくなってしまうからだ。それはダスティンにも同じことが言える。山田君や大島君や妹ちゃんも支配者スキル持ちだけど、彼らが全滅した時の保険のためにダスティンは安全圏にいるんだと思っていた。ダスティンが現れるとしたら、私たちを倒し、安全が確保されてからだろうと。それなのに、このタイミングでなぜ？いや、考えるまでもないか。奴もまた、なりふり構っていられないってわけか。調和、と言ったか。クイーン2体のブレスをなかったことにしたあのスキル。おそらくあれは特殊スキルだ。支配者スキルを取得時に獲得する称号。その称号によって獲得できるスキル2つのうち、2つ目のスキルだ。私の暴食の場合は、消化というスキルがある。おそらくダスティンが発動させた調和もその類だろう。調和とかいうスキルで何が起きたのか、正確なところはわからない。ただ、クイーン2体のブレスの被害が全くなかったという結果だけは確かだ。つまり、調和のスキルには最低でもクイーン2体のブレスを防ぐだけの力があると見ておいた方がいい。まあ、乱発できるようには見えないけどね。ダスティンは全身から血を吹き出していた。調和のスキルを使った反動だろう。スキルの中には使用に際してデメリットがあるものもあるけど、特殊スキルのデメリットは大きい。私も消化はおいそれと使えない。というか使ったことがない。使おうとも思わないくらいのデメリットがある。調和のデメリットは見た通り、ダスティンが瀕死になるくらい。だが、ほとんど戦闘力のないダスティンがクイーン2体のブレスを無効化したのだから、費用対効果としては破格の成果だと言える。でも、だからこそ気に食わないよね。スキルを介して指示を出す。クイーンやパペットタラテクトたちには引き続き古竜どもの相手をしてもらう。その他のアークやグレーター、その他ウゾウムゾウに対しての指示だ。狙うのは、ダスティン。瀕死になった非戦闘員なんて、狙わない方がおかしい。いかん、標高が狙われておるぞ。私のことは構わず目の前の敵に集中するのです。グエンがタラテクトたちの動きに気づいてダスティンの守りに入ろうと動きかけるが、それを制止したのはダスティン本人だ。奴はもう自分の命を捨ててでも勝ちに来ている。自ら退路を断って後に引けないようにしている。実際ここで古竜たちが負ければダスティンたちになす術はない。そうなれば黒き神の陣営はヒリエが勝つのを祈るばかりだ。だからここに駆けつけたんだろう。安全圏から高みの見物をしていだろうと高をくくっていたけど、その予想の裏を書かれた。でも、これ以上の邪魔はさせない。舐めるでないわ。しかし、ダスティンに向けて殺到していたタラテクトたちが炎に薙ぎ払われる。ロナントの火の魔法だ。ち、人族最強の魔法使いの名は伊達じゃないってことか。今の一撃でタラテクト以下は全滅。グレータータラテクトでさえ、深手を負っている。アークタラテクトでようやく互角か。人族のくせに強いじゃないか。もちろん古竜どもに比べれば弱いけど、無視しえない程度には戦力として機能している。いや、それはロナントだけじゃない。結界を張っている大島くんもそうだけど、山田くんもちょこちょこタラテクトたちを倒している。山田くんもグレーターくらいならば一人で倒しそうだ。ちょっと彼ら人族のことを甘く見ていたようだ。走行しているうちに、パペットタラテクトたちが押され始めた。やはり、パペットタラテクトたちでは、古竜どもの相手は荷が重かったか。すぐにクイーンに加勢するよう指示を出すが、その指示を無視するように、クイーンの一体が私の前にその巨体を動かす。視線がクイーンの巨体で遮られる。ほぼ反射的に、万里眼を発動させ、クイーンの体を透かし見て状況を把握。そこには、私に向かって手を突き出している姿勢のレイセがいた。攻撃されそうになっていたか。多分魔法でも撃たれたんだろう。それをクイーンが身を挺して防いでくれた。クイーンのその判断は正しい。正しい。が、これはバレたな。私が弱体化していることが、向こうからしてみれば私が一番の脅威のはずだ。古竜どもがまとめてかかってきたとしても、
全盛期の私ならば勝てた。それをしないことにアッチも疑問を持っていたはずだ。それがクイーンにかばわれたことで確信に変わったはず。全盛期の私ならばかばわれる必要なんてないもん。クイーンがかばったということはそれが必要だったということ。レイセが襲いかかるパペットタラテクト2体をいなし突き飛ばす。その隙に走り出す私に向かって、その目はまっすぐ私のことを見据えている。これは完全に私のことを狙っているな。私も山田くんたちはダスティンを狙ったから、そのレイセの対応を責められない。クイーン2体はレイセの迎撃に動いた。2体のクイーンがレイセに向けてブレスを放つ。タイミング的にかわすことはできない。いくら弱体化しているとはいえ、それでもクイーンの力は古竜と同等。2体のクイーンのブレスの直撃を受ければ、古竜であるレイセもただでは済まない。調和。しかし、それは直撃すればの話。再び発動されたダスティンの特殊スキル。クイーンのブレスはレイセに直撃したはずが、レイセはダメージを受けることなくブレスの中を突き進んでくる。あの調和とかいうスキル、防御力を上げるとかそういうものじゃなくて、ダメージの完全無効化か。クイーン2体が慌ててレイセに向けて足を振り下ろすが、それすらも調和のスキルのせいか効いていない。レイセは足を止めることなくまっすぐ私のところまで突っ込んできた。そしてその抜き手が私の胸めがけて震われた。